どうも。どうも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 です。いやー、人生何が起こるかわかんないっすね。今ね、IK24 リモートスタートした途端にですね、私の愛機 iPad が死にました。申し訳ないです。というわけでですね、今日は、古市幸太郎さんにですね、私の全てを託して、お届けしようかとそう思っております。ね、次回の収録の時までに、ニュー iPad を買いますので、今日は一つ、ね、幸太郎くん、もういろんなメール届いてると思うので、ソロで、よろしく、お願いします。すいません。池袋交差点24時。ああ、どうもどうも。ちょっとですね、非常事態が勃発しまして、加藤久志さんのですね、iPad が、ご臨終されまして、このまさかのタイミングで。で、彼は、ガラケーなので、対処法もなく、まあ、仕方がないので、私が、一人でメールを読むという、地味な展開になりましたけど、まあ、我慢してください。こういうこともありますね。じゃあ、ちょっとまあ、読みますかね。袋ネーム、元ハス沼駅、徒歩3分。加藤さん、小太郎さん、どうもです。板橋区在住、初老の P ですと。先日、近所の大黒屋、清水町店さんで、マルちゃん天ぷらそばなどを買っていたら、店の奥から男性が近づいてきました。万引き G メン？いや、そんなに身に覚えのないことはしていないと思ったら、大黒屋さんのオーナーでした。今回の IK24 ケーキのお礼をいただきました。どうやら事の発端は私が SNS に上げた冷やしラーメンとサルカニ合戦に反応し、P メールを送った店員さんとポスターを持って駆けつけた三田線沿線の女性 P からのようです。冷やしラーメン追加 C11 完売、マルちゃんに追加オーダー確認中のようでしたと。元蓮沼付近ではなかなか手に入らない冷やしラーメン。昨年は浮間舟などのウエルシア、東武練馬のイオンあたりまで行って買っていたので、清水町で見つけた時は大感激。しかもサリカニ合戦も置いてあるので感激もひとしおでした。最近は行くたびにポスターフライヤーも増え、バストライヤーエプロンも飾ってあります。いつか池袋に交差点24時コーナーを常設してもらいたいですね。その際には我が家のベンベンぬいぐるみなど提供したいと思います。加藤さんのご来店と幸太郎さんの再びのご来店を心待ちにされてましたので、ご検討よろしくお願いしますと。バストロイヤー、タンクトップ、加藤さん還暦ステッカー、もしありましたら希望いたしますと。というわけですね。でね、これ、もう一通この大黒屋関連をちょっと来てるんですけど、続けて読みますね。これ、大黒屋さんご本人から来てますね。こんにちは、板橋清水町の大黒屋 P ことタヌタヌです。先日は幸太郎さん来店を見逃し、ベテラン P から複数のがっかりツイートが店に寄せられました。加藤さんの来店は見逃してはならないとプレッシャーがかかる日々です。そんな折に幸太郎さんのショップが5周年でフリマがあり、ご本人が登場するらしいと聞き、先日ショップに伺いました。来たんですよ。で、当日、大黒屋で買い物をしてくれたベテラン P4 人組にショップ近くでばったり遭遇し、案内してもらい、念願の幸太郎さんに挨拶ができました。その説はありがとうございます。後から考えたら、差し入れが重くて荷物になったんじゃないかとか、なんで割れやすい芋焼酎の瓶をそのまま渡してしまったのだろうと、いろいろ気になって眠れませんでした。ちなみに大黒屋で買い物をしてくれた4人組は、岐阜や三重から来た方がいたみたいで、なぜか当店まで手土産を頂戴してしまいましたと。4人は店内のコレクターズコーナーを喜んでくれて、たくさん写真を撮って、マルちゃんの天ぷらそばとサルガニガスをたくさん買っていってくれました。後からそのお客様のツイート見たら、 P 基本セットと名付けてました。そんなこんなでコレクターズのリバブル清水町の大黒屋はおかげさまで盛り上がっています。最近シーズン9のライブラリーは追いついたので、シーズン1から聞いてますと。CD、新譜は楽しみです。ではまたメールします。ということで、店内写真がこうあるんですけどね。すごいよね、これ。すごいよね。ご迷惑じゃないですかね、これ。でも、店長も盛り上がってるんだから大丈夫なんじゃない？ご夫妻なんだよね。あ、そうなんだ。一緒に写真撮ったよ。ああ、そうか。そのスリーショットもここに飾っていただけるといいのにね。いや、なかなかこう、店に来てくれて。ああ、そっか、そっか、そっか。あ、なるほどね。
うん、それほどちょっとちょっと混雑してたからそんなにゆっくり話せなかったんですけどね。まあまあでも、なんというかこう、謎が解けたというかね。いい感じの展開だと。大丈夫か？大丈夫か ?iPhone 落下。回ってますね。しかしまあ今日はこう、何かあるね、これね。ねえ。やっぱりエリザベス女王が亡くなったことが大きいんですかね。エリザベス女王は96歳でしょ、うん、今本当エリザベス女王もなんだけど、なんかこう本当に世界がなんか変わっていく途中っていうのはよくわかるね。すごい思うね、それは。うん、すごくわかるね、うん、はい、メールを続けて読みますね。もうメール読むしかないもんね。そうなんだよね。俺と会話してもしょうがないからね。ラジオだったらさ、じゃあここで曲いきましょうかってね。そう。いけるんだけど、それができないからね。そうなんですよ。でも次のありましたのメールも面白いよ。あ、ほんと？うん。お疲れ様です。腕時計用カレンダー売ってますよ。まだ需要あるんですね。これね、売ってちゃダメなんだよ。時計屋の出口にサービスで置いてなきゃだ。これ売ってちゃダメなんだよ。タダでもらえるもんだ。なるほど、ところで問題です。母と買い物に行く途中、一時停止無視違反で捕まった時の話です。俺もこの間捕まったんだよ、一時停止で。マジか。奇遇だね、信号で止まった時に横についたお巡りさんに車を速度に止めろと言われ、一時停止無視の状況を説明されました。反論しても仕方ないので素直に免許証を渡し、青切符を切られる準備をしました。が、そのお巡りさんはバイクに切符を取りに行ったまま一向に戻ってきません。ドアミラー越しに見ていると、バイクのボックスの中をゴソゴソとかき回している様子。そして私のところに来てこう言いました。すいません、切符を署に忘れてきてしまいました。取りに帰ってもいいですか？私は一瞬、はっとなりましたが、忘れたらなら仕方ないですね、と車のエンジンをかけました。するとお巡りさんは、見逃しはしないですよ、と焦った口調で制止。私は逃げませんよ、この先の道の駅に買い物に行くんでそこで待ち合わせしましょうと提案。するとおまわりさんは分かりましたと、なぜか私に敬礼し、さっそと署に戻って行きました。そして数分後、道の駅の駐車場で待っていると、入り口から手を振りながら走ってくる先ほどのおまわりさん。それはまるでツーリングの待ち合わせをした仲間に手を振る感じで、とてもライトフィーリングの登場。バイクを止めて一言、いやー助かりました、切符作りやりました、さっきはマジで焦りましたよ、とやたら多弁。そして妙にフレンドリーにいろいろ質問され、しっかり切符を切り去ってきました。違反や職質で何回かおまわりさんと対峙しましたが、あんなに緊張感のかけらもないおまわりさんは初めてでした。こんな時代なんでしょうか、ご自愛ください。レイゴさんですね。これね、俺もね、バイク10年ぐらい封印して道路走ってなかったんですよね、うん、で昔から俺一時停止のところはなんかそんなに真面目にしないっていうか、ちゃんと止まってるんだけど、足をついたかつかないかぐらいでやってたわけですよ。なるほどね。昔はそれでよかったろ、うん、今この間それで止められてさ、ちゃんと地面に足つかないからダメだって言われたから、バカ野郎っつって、見てろよ俺止まってんだろっつって自制して見せたんだけど、ダメだったどこでの話それは。それは神奈かな。なるほどね。なんかね、もう本当におまわりさんがね、もうなんだろう、義理も人情もないね。このおまわりさんはちょっとどうかと思うけどね。でもね、この間のおまわりさんもね、機械とか慣れてないんだろうね。今 iPad みたいなのでやるんだけどさ。はいはいはい。全然追いついてないよ、技術が。でも頭と早くしろって言っちゃったもんね。これでも、この時計につけるカレンダーね、売ってんだね。いくらなのこれ。書いてね、値段は書いてないけど、ただもうほら9月なんで、うん、値段を安くしてるみたいだよ今。でもこれはさ、もらわなきゃダメだよこれはね、買うもんじゃないの。一つだけ言えるとしたら、みょうがの話が出たのでというタイトルのメールがある。歌のタイトルみたいだねお疲れ様です。武道館公演直前の配信でメールを読んでいただきました。PM、ちょっと振り向いて見ただけの未亡人、改め、若さによく似た真昼の蜃気楼です。前の方がいいんじゃない？ちょっと振り向いて見た。俺結構好きだよ、ちょっと振り向いて見ただけの未亡人。先日の配信で、明画の話題が出たので、明画好きな自分としては、いても立ってもいられず、お便りしました。そうめんの麺つゆに食べるラー油を入れて食するということでしたが、自分は蕎麦を食べるときにたくさんのネギとみょうがにうずらの卵、
そして普通のラー油をめんつゆに入れて食べるめんつゆ的なものでそばを食していますと。そばを食べ終えた後の食べるめんつゆはネギとみょうがの歯ごたえを楽しみながら飲み干します。塩分肩にはなりますが東北人なので仕方ありません。そして冷やし中華の具にもみょうがは欠かせません。ほう。たれは醤油と砂糖に酢、ごま油のベーシックなものに粉山椒、レモンと生姜の絞り汁を入れるのが自分のスタイル。もう、みょうがも冷やし中華も嫌いな加藤さんには退屈な話題でしたね。今日いないからね。そう。それではまたお便りします。ご自愛ください。レッドイットピー。なるほどね。みょうがね、冷やし中華ね。そこまではいかない。私はやっぱり、カツオの刺身と、そうめんですね。で今ね、そうめんセットって売ってんだよね。みょうがとネギと生姜と青ネギがこう、ちょうどいい、ちょうどいい分量が。ああ、なるほどね。で、私ね、人弁のそばつゆずっと愛用してたんだけどさ。はいはい。ノーマルがオレンジ色なんですよ。うん。で、そこにゴールドっていうのがあるのね。で、前から薄々こう、気にはなっていたんだけど、はい、ちょうどこう切らしたからさ、あ、じゃあ今年も夏の終わりはゴールドでちょっと行ってみるかと思って買ったわけですよ。はいはいはい。まあ、美味しいね。あ、そう。うん。なるほどね。素晴らしいね。あれはね、なぜもっと早くやんなかったかと思ったね。なるほど。あれおすすめだよ、ゴールド。人弁、今人弁がいいよ。うん、人弁が好き。すき焼きのタレはエバラね。大黒屋にメニューが揃っていきそうだね。そうやって、うん、ゴールドはうまいわ。エピネームシカニックさんですね。こんにちは。ビールの美味しい夏もそろそろ終わりですが、僕の友人にビールの銘柄の好みが非常にうるさい男がいます。彼の好みは札幌なら赤星もしくは黒ラベル、朝日であれば味変する前のスーパードライ、キリン関係は普通、そして絶対ダメなのがサントリーモルツ。入ったお店がモルツオンリーの場合は上司同席であろうがこの店はダメです、出ましょうという頑固者です。エビスやクラフトビール系も苦手みたいですね。彼なりの理由はいろいろあるようですが、ビールは冷えていれば OK な自分のような人間にはなかなか興味深い男です。お二人はビールに関するこだわりはありますか？あればぜひ教えてほしいです。この話題になってる男性は僕と似てますね。うん。すごく。私もまあビール札幌なら赤星ですね。うん。スーパードライブはあまり好きじゃないですが、キリン、まあ順位的には一番好きなビールはキリンのハートランドですね。2位がラガーね。うん。で、ラガーもさ、ラガーって言ってるのに生って書いてあるからね。確かにね。だから生にしないと、シェアをさ、スーパードライブに負けちゃうんだよ。なるほどね。うん。いやで、まあ、3位では赤星だな。モルツはどうなの？ダメなんだ、俺も。ああ、なるほどね。でしかもプレミアムモルツなんてさ、うん、A ちゃんが宣伝やってるからさ、飲みたいんだよ。でもダメなんだよね。そうね、サントリーは本当にウイスキーは本当に愛してるんだけど、ビールはダメだね。その代わりキリンさんはこれビールは愛してるんだけど、ウイスキーダメだね。そういうもんなん得意分野をさ、やっぱりね。そうだよね。うん、俺が、だってヘビーメタル弾くようなもんなんだもん。エビスは？エビスもそんなに好きじゃないね。ああ、なるほどね。まあ、とにかくハートランドですね。最近そんな売ってるっけ、ハートランドって。売ってる売って、昔より手に入りやすいよ。あ、そうなんだ。うん。なんかどうも一番絞りとラガーってイメージが、どうもキリンっていう。ああ、一番絞りもちょっと好きじゃねえな。まあ、でもこの、肩の気、なかなかいいじゃないですか、こういう人ね。好きだね、俺は。これ言おうかな。スシローは思い出でできている。仙台のルーリードンさんですね。あ、ルーリードから来てるのかね。ルーリードン。うん。なんかちょっと俺今、アリスのメンバーになってる気がしたね、自分がこう。喋りながら。なんか深夜のラジオがなんか。俺じゃあバンバヒロフミさんなんだろう、ね。まあ、なんかそんな感じ。リーダー小太郎さん、お世話になってます。メールを送らせていただくのがご無沙汰しておりました。突然ですが本日スシローに行ってきました。席に着き、さて何から注文しようかと思い、おすすめの商品に目をやりました。その時なぜかあれ、こんなところにコレクターずっという思いがよぎりました。
そこでもう一度おすすめの商品をよく見てみることにしました、そこには偉大なバンドザ・コレクターズを思い出させる寿司ネタがありました。黒ミル貝ユッケ黒ミル貝ユッケね、夢見る君と僕とも見間違えたのだと分かりましたと。ちなみに黒ミル貝ユッケは売り切れていて食べることできませんでした。コレクターズの人気の影響もあるのかもしれませんね。スシローはね、最近ね、ないのに、宣伝するからね。というところでね、名前を言っちゃったよね。スシローね、スシローのさ、コーンがうまいんだよね。知らない。店でこう、作ってんだよね。はぁ。で、俺もまあ、せっかく行ったから食ってみようと思って食ったんだけど、まあ正直美味しかったんだよね。軍艦みたいな形になって。軍艦。あとね、あれが、スシローのあの、アナゴとかのタレがさ、美味しいよね。そうなの。つけ放題だからさ、あのテーブルにあるから。さすがにね、うん。横の外国人なんか全ての寿司につけてたよ。いやー、それはやめてほしいな、うん。俺ね、俺もね、マグロにはやめなさいよと思いながらね、横にいたんだけどね。まあ、止められないよね。あんま止めらんない。うん、この間、くら寿司、池袋に新しくできてさ、うん、飲んだ帰りにちょっと寄ろうと思ったら、1時間待ちだったね。そんなに？うん、あ、そう。隣に人座らせたいとかそういうこともあるのかもしれないけど。ああ、あとほら、値段がもうすぐ上がるでしょ？それはあるね。そうだね。てかね、俺もうみんなね、値上げしていいと思うよ。あのね、据え置きでね、味落としてるのいっぱい見てるけど。まあ、据え置きで量減らすか味落とすかしかないからね。ああ、だから、味落とすのだけはやめて。うん。それね、最終的に客離れるよ。これ、一番商売下手なやつのやり方だよ、これ。だよね。眺めてみると、客を離すやり方ですよ、これ。そうだよね。あ、客はバカじゃないよ。そうなんだよね。本当にだから値上げ、素直に値上げしちゃえばいいんだよ。この間でも吉祥寺でさ、豊富県本舗行ったわけ。はいはいはい。そしたら、壁にやっぱあれだったね。値上げ材料費の高騰により、麺を減らしてたね。豊富県でも、うん、でもね、豊富県本舗ね、麺多いの、もともと。そうかそうか。だ、ちょうどいい。あの量になってくれれば、味付け卵も入れられるよ。というね、まあ、俺としては嬉しかったね。でもそういうことやった方がいいよ。とりあえず、まあメールなんつうか読んだんですが、曲もかかんないしさ、これずっとメール読む謎の番組になるからさ、だからちょっとなんか残り物でさ、加藤さんもいるのを、なんか発掘してもらって、ちょっとね、最後に付け加えていただいた方がいいんだよな。ね。よろしくお願いします、それでね。質問、来年の手帳について。はい、こんにちは。今回お二人の来年の手帳を伺いたくてメールしました。うん、私は毎年お盆を過ぎる頃になると、うん、来年使う手帳をどうするかと思い始めます。はいはい。実は自分が池24を聞き始めたきっかけが、うん、かなり前ですが、幸太郎さんと森内さんがほぼ日手帳のホームページで対談しているのを読んで、はいはいはい、面白かったことでした。やってたよね。うん、幸太郎さんは今もほぼ日手帳派なのか、また違う手帳をお使いなのか、うん、加藤さんはブリティッシュな手帳としてファイルファックスやレッツの手帳をお使いなのか、うん、来年の手帳どうしよう病になりつつあるので、お二人の手帳を教えてください。なるほど。ステッカーいただけたら来年の手帳に貼ろうと思います。おい、ご自愛ください。なるほど。ひょうたん山久子さん。子供も手帳使ってないよね。今はね、iPhone に全部覚えてる。iPhone のスケジュール表、あと、家にこう、ノートを入れてさ、うん、メモるものはそこでこう、まあほら、コードとかさ、はいはいはい、メモったりするから、うん、手帳使ってますね。俺も手帳もうやめちゃった。で、俺ずーっと20代から10年以上ファイルファックス使ってて、うん、そうすると、まあ、年末に中身だけ買ってたんだけどさ。あ、そうなんだ。うん。そこからほぼ日手帳になったでしょ。なるほど。で、今 iPhone。今 iPhone。みんなそうなんじゃないの。そうだね。手帳使ってないの。手帳ね。それこそ、孝太郎くん、あの、昔ながらのカレンダーみたいなの使ってる人いるのかな。あー、たまにラーメン屋とかに貼ってあるよね。そうそう、だからああいうやつ。どうなんだろうね。よくさ、絶対物販であったじゃん、カレンダーって。あった。あれはあれで好きだけどね。俺もあれはあれでアナログでなんか使いやすいんだよなと思って。うん。そうそう。わかりやすい。わかりやすいよね。パッと見てね。うん。で、今 iPhone で使ってるのが、まあ、大体そんな感じ、似たような感じよ。なるほど。うん。そういうのもどんどんなくなってくんだろうな。手帳とか、だから昔ほどいっぱい売ってないじゃない？きっと。うん、そうだね。え、使ってるよ、ほら。使ってるね。使ってるって、ツッチーは。もう最後の方、いい加減になっちゃっても100均で買ってたもん。
あ、そう。手帳。うん。12月、11月ぐらいになってもう出てくるじゃん。うん。で、適当なやつ買って。俺大体ノートと、まあ、あとほら、例のボールペン。はいはい。なんだっけ、名前忘れ、どうせしちゃった。シャボ。違うよ。何？あ、そう、ジェットストリーム。そう、ジェットストリーム。ジェットストリーム、もう一生ジェットストリームだよ、俺。書き味がね。もう全然違うね。同じボールペンでも全然違うよね。全然違う。ジェットだよ、ジェット。ね、小田君、なんで俺たちさ、高校とか中学の頃さ、うん、あんなにシャーペンが流行ったのに、今シャーペン誰も使ってないの？そうなの？みんなボールペンとかじゃない？違う？学生が使ってんのか？わかんない。学生は使ってるよ。あ、使ってるんだ。自分が使ってないだけか。俺、シャーペンは凝ったね。いや、凝る時代じゃない。金色のさ、小田君、芯とかあったよね。ああ、コーティングしてるんですね。うん、コーティングしてる。書きづらいんですよ、あれ。書きづらいよね。うん。ちょっと滑るよね。やっぱりまだゴールドがいけてた時代なんだね。そう。ゴールドが高いと思う。高級の証だったね。そう。まあ、今書かない時代だよ。で今の子逆に鉛筆使ってんだよ。あ、そう。うん。シャーペン使ってないんで、俺は。あ、そう。うん。鉛筆削りも買ったもん。いや、電動？いや、じゃもう一番、子供の頃でガリガリで近くに手持ちのちっちゃいなんじゃん。うん。手持ちの。わかるわかる、あれね。あれ。うん。いいね。削りすぎるとさ、芯が折れるやつ。あ、わかるわかる。うん、あれ。芯尖りすぎるとね、一発折れる。そう、尖りすぎるとダメじゃん。うん。あれですよ。鉛筆か。でも、シャープペン当時なんか、紙で、裂けたりしたよ、紙が。そうだね。なんか芯が強かったよね。芯が、紙がまたさ、とんでもない紙だね。デコボコしてる紙だったじゃん。わらばんしとかってな。わらばんし。あの、学級通信みたいなのがさ、ガリバンズリやつとかさ。そう、ガリバンズリあったね。ボコボコの紙だったもんね。そう。わらばんしで。ひどい言葉だよね。わらを作ってるの？わらをなんか混ぜてんじゃないの、あれ。配合資料みたいなもんか。うん、でも今思うとなんかこう、風合いが良かったよね。良かったよ、良かったよ。ちょっとブラウンでね、これも、ね。良かった、良かった。これ思い出して、わらばんしの上で万年筆で描く感じ。ああ、わかる。染みてって。うん。たまになんかこう、テストとかさ、うん。なんだ、あれ、手で配ってんだかなんかわかんないけどさ、うん、すげえいい紙のテストの時あったよね。あったあった。滑りがいいんだよね。すごい綺麗なね。そう、滑りがいいんだよね。滑りがいい紙のね。うん。ちょっと厚いんだしかもね。そう。あった。なんだよ、と思ったもん。懐かしいな。あんつい、すげえ時代だったな。ほんとだよな。生きてきたね、これ。生きてきた。長く生きたね。うん。だけどね、これリブフォーエバーだよ。オイシス？オイシスだよ。池袋交差点24時。はい、とりあえずまあなんか不思議な回になったと思いますが、後枠ねしっかりやりましょう。こういう時こそね。ザ・コレクターズ武道館ライブのブルーレイ &CD、DVD &CD がリリース発売中です。そしてザ・コレクターズはスピッチ主催のイベント、有明サンセット2022、これ出演します。東京ガーデンシアターで、9月の29日ですね。我々は2日目の9月29日に出演します。でそして私ですが、福島県猪苗代湖畔で開催されるオハラブレイク22、これは10月9日、これも2日目ですね。祝72、中井戸チャボレイチ、後半の誕生会に出演しますと。そうですね。これが、まだ何の準備も行われていないんですけど、行われるんですよね。こういうさ、何にも準備もしないのが、のに告知するっていうのがね、結構恐怖なんだよね。そうだよね。うん。そして10月15日はビルボードライブ東京で私がソロライブやります。コレクターズは現在25枚目のアルバムも制作中で、こちらがですね、11月23日にリリース。そしてその11月23日、横浜から全国8カ所のツアーがスタート。そこは俺、横浜の人は俺、前の日にフラゲして聞いていきなりライブですか？そうだね。嬉しいような、ちょっと待ってような感じだようだからね。まあでもあることだよね。うん。リリース前にツアー始まっちゃうとかね。達郎さんとかもアルバム出る前にツアー始まったからね。ある。しょうがない。うんツアーの方はですね、11月23日横浜、27日柏、12月4日札幌、12月10日名古屋、11日が大阪、12月17日福岡、18日岡山、そして12月24日仙台と。
なんだ、1,2,3,4,5,6,7,8箇所ですね。やります。そして全国のコミュニティ FM で放送中の池袋交差点24時ラジオ版ですが、一部の曲を除いて毎週木曜日24時から放送中です。秋田のコミュニティ放送では金曜日の朝10時に再放送。お、ついにこれ秋田も再放送始まったの？なんかね、やってるみたい。そして広島の FM やるさん、これが土曜日の午後3時から再放送しております。詳しくはザコレクターズのお知らせサイトで確認してください。池袋交差点24時、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。写真館もそちらにありますね。ドーナツ12号コレクターズ特集号が発売中です。これはまだ Amazon の方に在庫があるんですかね。今ですね、全国発売に向けて、動いてますんで。なるほど。もう少々お待ちください。わかりました。はい。なおこのポッドキャスト YouTube では全ての配信が聞けます。チャンネル登録してください。 P メールはぶくろ24@gmail.com お待ちしてます。 P メールを紹介した方にバスプレイヤーステッカーを送ってますので、ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。それではですね、お別れのご挨拶ですが、今日は私一人でやりますか、それともありものさしますか。いやこれはもうしょうがないでしょう。そうですか、うん、じゃあそれでは皆さん、また来週お会いしましょう。 Do the download!